のつけ風連同立自然公園の標識のつけ風連、同立自然公園は、北海道根室市、のつけ郡別海町、市別郡し別町にある自然公園。のつけ半島地区と風連地区の二つに分けられており、日本国内最大の規模を持つ針状の差しを形成している、のつけ半島、海跡この風連湖、御根島、長節湖、 混戦大地を背景とした砂浜海岸や吉に、覆われた湿原など、北海道らしい景観を有している。野付半島、野付湾と風連湖、春国体がラムサール条約登録湿地になっており、野付半島、野付湾と風連湖として国の長寿保護区に指定されている。戸戸原は日本の渚百選に選定されている。野付半島地区は森林景観、 草原景観、小島景観、水面景観の自然景観があり、海と陸が一つになった水平的で広大的な景観である。また、トドわラやナラワラ、原生花園などが得意な植物景観を形成している。干潟や湿原には岩、カモ、シニチドリなどが飛来する。国の特別天然記念物である単調が映像する、ほか、 赤足主義は日本国内で最初に繁殖が確認されて以来、春区二体ともに国内で唯一の繁殖地になっている。また、陶器には多数のオジロワシ、オオワシが飛来するが一部のオジロワシは腰つして繁殖している。風連地区は大地から流れる河川が故障に注いで河口を中心に低層出現地帯を形成している。 クーウレン湖はネムロ湾の沿岸流によって作られたサスが発達しており、春国帯には世界的にも珍しい砂丘にある赤いゾマツの林が存在している。また、倉古丹の砂丘には水奈良の林、白鳥街から別島川にかけての国道沿いにはトドマ松の林を見ることができる。広大な古庄と干潟は水鳥の平市になっており、単調は くしろ湿原とともに、貴重な繁殖地になっているほか、島袋、ジロろシ、ク熊ゲラ、ヒシクいなどの鳥類も生息している。のつけ地域風連地域、ありがとうございます。